ぱりいましたね。隊長、あの子がクラリスです。熱心に本を読んでて、なんだか声をかけづらいな。声をかけても無駄です。あなたクラリスは何をしても返事をしてくれないんですよ。へえ、何をしても。ちょっと試してみるか。どうしたんですか？いや、こういう時どうすればいいのかわからなくって。普通に声をかければいいじゃないですか。ほら、こうやって。クラリス、お願い、こっち向いて。ああ。手が勝手に。いけないことだって分かっているのに。聖兄さん、その手、クラリスに何をするつもりですか？そのなぜか手が勝手に。言い訳無用です。ごめん、悪かったよ。こっそり触ろうとするなんて、反省してください、神山隊長。はい。ところでクラリス君は？全然気づいてないですね。というか、気づかれなくてよかった。そういうことなら耳元で叫んでびっくりさせてやる。クラリス君、おーい、クラリス君。なん、こういう時は目隠しだよな。さすがに気がつくだろう。クラリス君。ほら、いつもこうなんです。読み終わるまで何をやっても無駄ですよ。これはすごい集中力だな。仕方ない、出直すとするか。ちょっと待ってください。はあ、うっとりしちゃう。いつかは私もこんな素敵な物語を書きたいな。そうか、なるほど。クラリス君は作家志望なんだね。ん？はじめまして。ウィルセット、なんで男の人がいるんですか？落ち着いてくれ、怪しいものじゃない。今日から花組の隊長になった神山清十郎だ。隊長？そうなんです、この人が今日から私たち花組の隊長さんです。そうなんですか。それはとんだ災難ですね。予算もない、やる気もない、やりたくても何もできない舞台の隊長なんて。クラリス。そうなのか。ええ、そうです。今の花組は昔ここにいた伝説の花組とは違う。どうしようもない落ちこぼれ舞台ですよ。グーの音も出ないみたいですね。認めるしかないんです、現実。
それは実に立て直しがいがありそう。前向きなんですね。もしくは何も考えていないか。私、そういう人は苦手です。ということは、君も落ちこぼれなのか。隊長になったというなら、ご自分で確かめればいいじゃないですか。そんな風に言うもんじゃない。自分だけじゃない。さくらや初穂君にも失礼だ。それは、そうですね。すみません。みんなが何をどう頑張ってもどうにもならないこともあるんです。都合よくハッピーエンドになるのは物語の中だけです。現実はそんなにうまくはいかないですよ。それじゃ失礼します。せいぜい頑張ってくださいね。さて、これは思った以上に難物だな。そんなこと言っちゃダメです。クラリスはいい子ですよ。可愛いし。なんで黙ってるんですか、聖人さん。え、いや、別に。そうですか。いや、初穂が一番だろ。そうなんですね。初穂のどこが好きなんです？そういうんじゃないって。サバサバして頼りになりそうだと思ってね。なるほど、そういうことにしておきましょうか。確かに可愛いな。だからって変なことしちゃダメですよ。変なことって、ちょっとは信用してくれよ。もちろん特別扱いだってしない。わかりました。一応信用してあげます。さくらの方が可愛いよ。何言うんですか、聖人さん。え、素直にそう思うんだけどな。冗談ばっかり言って、もう恥ずかしいよ。それじゃ私もそろそろ行きますね。